回のテーマは初めてのドンタク、大舞台での初めてに挑戦です。お祭り大好きな清水さん一家、お兄ちゃんの春樹くんがドンタクの踊り子デビューをしました。本番に向けて練習を重ねる春樹くん。お家での練習はバッチリ。さあいよいよ本番です。春樹くん、たくさんのお客さんの前で堂々と踊りを披露。かっこいい。春樹くんのデビューは大成功です。さらに背中には弟の朝日くんが。来年も家族4人で踊ろうね。